反潜水艇。反潜水艇は船体をある程度まで水没させて航行することができる特殊な船舶のことである。軍事作戦に使うものが多いが他に水中を観察できる観光目的のものなどがある。この項目ではこうした部分的な潜水能力がある船を全般に説明する。水面上にある部分がかなり小さいため反潜水艇は 通常の船より波の影響を受けにくいが常にトリムを取る必要がある。潜水艦と異なり完全に水面下に沈むことはない。反潜水艇は軍事目的においては完全な潜水艦、潜水艇の代用として使用されることが多い。一般に潜水の方式は完全な潜水艦の場合と同様に船内に設けられたタンクに中排水して 浮力を調整することで行われる。ただし、浮力の調整能力がなく、最初から極端に低還元の設計となっている場合もある。軍用船としては、完全な潜水艦と同等とは言えないまでも、発見可能性や、被弾可能性の低減を、ある程度実現できる利点がある。また、完全な潜水艦を建造するのに比べれば、 高水圧への対応や給排水機構など、技術的に高度な部分がないため用意、かつ安価に建造できる。実例としては、工実する北朝鮮の原要艇のほか、南北戦争の南部連合の港で北軍の封鎖艦隊攻撃に使い入れたデービット型反潜水艇や太平洋戦争末期に日本陸軍が建造した模式反戦攻撃艇などが挙げられる。民間目的では、 水面上にある部分が小さいことによる安定性を利用することを目的としたものが多い。また、船底に窓が設けられて海中を覗けるというだけの観光船の場合、通常の船舶と基本設計は何だ変わらず、もちろん前日のような浮力調整機構は設けられていない。アメリカ合衆国の南北戦争において用いられた装甲艦のモニターは、 最も初期の反潜水艇であると考えられており、還元が非常に低く推進機関と燃料と乗員設備のすべてを水面下に備えてた。小さなソーダ席と円筒形の砲塔と煙突だけが甲板状に突き出していた。しかし、バラスト水を中排水することによって深さを調節することはできなかったため、モニターは真の反潜水艇とは言えない。スピュイテンデュイビル。 は、タンクに注水して潜水することで、低い外形を持つ外から見えづらい、攻撃艦となり、モニターと同じように試行、進展可能で再装填できる、外装水雷を装備するな、多くの革新的な特徴を持った兵器システムとして、真の反潜水艇であった。第二次世界大戦において、イギリスは、フロイクマンを輸送するための反潜水艇として、ウェルフレーターを開発。 設計した。水面上に露出する断面積が小さいことは艦の安定性向上に有効である。また、潜水艦は艦腫で波を作らないので、水面下で活動するためには潜水艦が非常に効率的であると考えられた。この考えに基づき、二つの潜水艦のような水面下の構造物と上部構造物を支える流線型のパイロンで、 構成された船が提案され、試策が行われた。反没水型騒動船と呼ばれる。この船は荒れた海で船のサイズで規定される限界までの高い、効率と安定した運用を可能にする。英語ではの略でスワスと呼ばれる。ロッキードはシーシャドウという多くの点で、上実のスワスに似た船を設計し建造した。ただし、パイロンの上に上部構造物を乗せるのではなく、 船体と上部構造物は連続的な構成になっており、側面を傾斜させることでレーダーに映りにくいステルス構造となっている。北朝鮮の特殊機関は多数の反潜水艇を保有していると言われる。この艇はイランなどへも輸出されている。北朝鮮は朝鮮戦争停戦後から台南工作、祖国統一事業と称して韓国に多数の工作員を 秘密裏に侵入させてきたが、年を追うごとに、韓国もスパイ侵入を阻止する方策を次々に実行した。軍事境界線は、もちろんのこと、韓国全土の沿岸部にある、侵入の外然性が高い海岸には、陸海軍の警備所を設置し、通報者への検証金制度、工作船の第一発見者には、韓国政府からも、レレ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 音が送られるの創設により、 沿岸の監視を強化した。発見されたスパイ容疑の不審船に対しては、対艦ミサイルまで使用した徹底的な取り締まりを行い、漁船に偽装した北朝鮮の侵入用小型船舶を次々と捕捉、撃破していった。そのため、1980年代頃から北朝鮮は沿岸警備の目をかいくぐる、反潜水艇を開発、投入していった。 北朝鮮の反戦推定には複数のタイプがあり、現在も生産と改良が進められていることが分かっているが、1998年に韓国軍に韓国南部海上で撃沈され、後日引き上げられて韓国国家情報院、米韓技術情報チームによって検証された SP-10H 型というタイプの反戦推定、朝鮮労働党作戦部所属では、 巨毛切断装置や日本製の GPS とレーダー、HF 無線機の装備が初めて確認された。この SP-10H 型半潜水艇は全長約12メートル、全幅約3メートル、高さ約1.5メートル、排水量11トンの大きさであり、喫水は約70センチメートル、アメリカのマーキュリー社製と見られる375馬力エンジン3機を搭載して、 最高速力は、潜水時は6ノット、浮上時は45ノットである。定員は8名で、居住性は皆無。また、ごく短時間ではあるが、停止して水中に完全に船体を沈めて隠れられる、ことも確認された。船体にはレーダーに映りにくくなる黒い特殊塗料が、塗り付けられている。標準武装は、各乗員の個人滝、2問の RPG-7。 発射器及び17から3 0ラムの自爆要項、性能爆薬である。爆薬の新艦には、敵艦への体当たりの衝撃で起爆するものと、自爆ボタンの操作で起爆するものが備えされる。この反戦推定は、工作員を韓国に、隠密裏に侵入させる任務、あるいは、北朝鮮に帰還させる任務に使用される。侵入する。 目的地の海岸まで30カイリの位置までは浮上して、高速で接近する。それ以降は、艇内のタンクへの注水で、少し姿勢を下げ、12ノットで航行する。残りの距離が12カイリを切った時点で、半潜水状態に移行し、窓、水面上50センチメートルと首ノーケるのみを水上に出す、低姿勢よって、韓国側のレーダー探知を避けながら6ノットで、侵入する。 エンジンの騒音で韓国側に気づかれないよう、目的の海岸まで500メートルの位置まで到着すると、エンジンを止めて停泊し、工作員と案内員を降ろす。彼らは、泳いで海岸から3つ上陸していく。工作員の上陸後、戻ってきた案内員を回収して帰還する。案内員とは、上陸直後まで同行し、工作員を護衛する役目の工作員。射撃のプロであり、 劇術、曲ると呼ばれるテコンドを等をベースにしたとされる軍隊格闘術 CQC に引い出た戦闘員である。反潜水艇の航続距離は最大 720km とされ、単純に考えれば北朝鮮から韓国南部まで単独で往復できる計算であるが、韓国側の警備の目を盗むためには大きく、遠回りする航海をしなくてはならない。また、 長い航海に耐えうる居住性もない。そのため、北朝鮮から遠い韓国南部イへの侵入の際には、母船を務める工作船に格納されて、目的地の近海、おおむね40回里まで運ばれる必要がある。距離の短い韓国北部への侵入には母船を使わず、北朝鮮のヘジュ港などの前線基地から単独、最短距離で任務に向かう。 南アメリカの民兵組織などがコカイン密輸用に建造しており、レーダー反射が小さいことから取り締まりが困難になっている。反潜水式の水中観光船では乗客は乗船すると水面下に設置されている席まで降り、水面下に設置された窓から水中を眺めることができる。これにより潜水した船に乗っているかのような雰囲気を与えることができる。 こうした船は、世界中の継承地などで運航されている。日本では、沖縄県で多く運用され、マリンスター、オルカ号、ナワ、トミー、宮古島、神奈川県の虹色魚号などがある。また、北海道の四国湖では、透明度の高さを生かし、淡水湖の水中観光が行われている。フリップ、フラティングインストルメントプラットフォーム W、RP フリップは、 荒れた海で安定したプラットフォームを形成するために設計されている。従来型の船首と船尾を持ち、その間は中部構造で接続されている。移動時は通常の船のような構造であるが、調査プラットフォームとして使用するときは、船首部を水面下に沈め海底に向けて垂直になり、船尾部を水上に残した状態となる。船尾部の甲板やはしご、 装備品などは、この状態でも使えるように、重横療法の設備を備えたり療養できるような工夫が施されている。水面に接するのは、細いチューブ状の部分だけであり、海のうねりや波が通り過ぎても、非常に小さい力しか伝わらないため、通常の船に比べて、非常に安定したプラットフォームを形成することが出る。反潜水式重量物運搬船は、 全部の操作室と後部の機械室の間に長く低い、保甲板を持っている。表面的には、バラ積み貨物船や石油タンカーにいくらか似ている。バラストタンクに注水して、覆う甲板を水面下に下げ、他の船舶や石油プラットフォーム、その他の水に浮かぶ貨物を搭載位置に移動させる。その後、バラストタンクから排水することで、覆う甲板を浮上させ、貨物を持ち上げる。 貨物のバランスを取るため、バラストタンクは、不均等に排水できるようになっている。反潜水式重量物運搬船の最大の顧客は、石油産業である。反潜水式重量物運搬船により多くの石油プラットフォームが輸送されている。建造場所から、掘削場所まで、自力で移動する場合に比べて、およそ3倍から4倍の速さで移動できる。 掘削場所まで石油プラットフォームを迅速に展開することにより石油産業は多額の経費を節約できる。その他の大型の積み荷やヨットなどの輸送にも用いられる。アメリカ海軍は過去に数回こうした艦隊を損傷した戦闘艦艇を自国に開港修理するため重量物運搬船を借り受けたことがある。アメリカ船籍の重量物運搬船はないため アメリカ海軍は、世界の商業輸送市場からの下流家に依存している。最初の例は1988年4月14日に、ペルシャ湾中央で機雷によって、沈没寸前となったフリーゲート、サミュエル・ B ・ロバーツであった。この艦はドバイまで栄光され、そこでマイティ・サーバントに、に乗せられて、ロードアイランド州、ニューポートへ運ばれた。その12年後、 ミサイル駆逐艦のコールは2000年10月12日の爆破テロにより被害を受けイエメンのアデンからミシシッピ州パスカグーラまでブルーマーリンによって輸送された2017年には共に第7艦隊横須賀基地所属第15駆逐隊 BMD 対応 RA バーク級ミサイル駆逐艦のうち6月にフィッツジェラルドが静岡県下田沖で8月にジョン S ・マケインが シンガポール沖で会い、次で民間輸送船と衝突し艦隊損傷浸水し、ジョン・エス・マケインは横須賀へ、フィッツ・ジェラルドは艦隊水密修理後、イージスシステムも損傷していたため米本国での修理が必要なため移送が必要となり、当初同系輸送船トレジャーがシンガポール、横須賀、米国パスカグーラと積載駆逐艦を積み替え、移送予定であったが、 ジョン・エス・マケインを移送中亀裂が発見され、台風接近のためフィリピンへ、開港さ水密処理後横須賀へ向かったが、米海軍は一隻の輸送船による積み替え移送を諦め新たに輸送船、トランスシェルフも停配し、同船は横須賀、パスカグーラーでフィッツジェラルドを輸送。2004年には、ブルーマーリンは、世界最大の反戦水式プラットフォームである、BP のサンダーホース。 大韓民国の造船所から、テキサス州、コーパスクリスティの造船所まで輸送した。この種の船のうち、大型のものの多くは、マイティサーバント1や、ブルーマーリン、ブラックマーリンなどを含め、ドックワイズ社、ドックワイズが所有している。2004年には、ドックワイズ社は、ブルーマーリンの甲板幅を広げて、世界最大の重量物運搬船にした。同社の船には船もあり、 マイティサーバント2は1999年11月にインドネシア沖で海図に咲いていない水中障害物に衝突して転覆した。マイティサーバント3は2006年12月にアンゴラ沖で掘削ユニットアリューシャンキー、ルーシオンキーを下ろす際に設計限界以上に沈降させため沈没した。こちらは2007年5月に付与され最終駅している。石油プラットフォームでは また異なった形式の反戦推薦が用いられる。これは、ロイヤルダッチシェルのブルースコリップ、ブルースコリップが発明者であるとみなされている。海底油田の掘削深度が100フィート程度になるまでは固定式プラットフォームが建造されていたが、次第に深海へ移動して、メキシコ湾で100から400フィートの深さでの掘削設備が必要とされるようになると、エンスコインターナショナル。 のような専門海底掘削契約業者が、甲板商工式プラットフォームを投入するようになった。最初の反潜水式プラットフォームは1961年に偶然見出された。ブルーウォータードリリング社、ブルーウォータードリリングカンパニーが、メキシコ湾で、ロイヤルダッチシェルのために保有、用していた、潜水式のブルーウォーターリングナンバー1は、ポンツーンの浮力がリグと、 その消耗品の重量を支えるためには不十分であったため、ポンツーンの上部から甲板の下側の中間くらいまで沈んだ状態で栄光された。その際、この喫水では同様が非常に小さいことが観察されたため、両者はこのリグを置いた状態で運営することを決定した。それ以来、石油産業向けに専用に設計された反戦水式プラットフォームが用いられるようになった。 半潜水式プラットフォームは、海底油田の石油や天然ガスを探索し、掘削するための安定したプラットフォームを形成する。タグボートによって、所定の位置まで検診、固定され、また独自のアジポットという推進装置により動的な位置保持を行う。これに関連して、潜水作業支援船、アンクルジョン、SSSV アンクルジョンなども建造されている。 石油産業に続き、沖合での建設工事での利点がすぐに認識された。1978年に、ヘイレイ・マシャにより、バルダーとハーモッド、ハーマドが導入された。これらの反潜水式クレーン船は、二つの低い位置の船体、ポンツーンと、それぞれのポンツーンに三つの柱と、上部の船体で構成されている。その後、J. イレイ・マクダーモッド、J、 で、マクダーモットとサイペムも、また反潜水式クレーン船を導入し、それぞれ14,200トンと1 4 0 0 0トンの釣り上げ能力を持つ DB-100 に、アトのや、サイペム700で頂点に達した。移動中は、反潜水式クレーン船は、バラスト水を排水して、株船体の一部のみが水中にある。釣り上げ作業を行うときは、 船はバラスト水を注水して沈み込み、下部船体を深く潜水させる。これにより早うねりの影響を軽減する。また、柱を遠く離して配置することにより高い安定性が得られる。この安定性により非常に重い貨物を釣り上げることができる。船の修理や保守に用いられるカンドックには、反潜水式として入り出去を容易にしたものがある。これを発展させ、 ドック自体に航海能力を持たせたものをフローティングドックと呼ぶ。船体、船底と両原の壁面から構成された王子型をしていて、船橋は壁面上に備えられている。航行困難に陥った船に半潜水状態で接近し、入居させてから浮上することで修理や保守を行える。ただし、船体は比較的短いため小型船以外は 船首と船尾がはみ出すことが多く、港へ栄光するための応急修理目的が多い。日本では、主に大規模な防波堤の築造に用いる、軽損製作等に使われることが多いため、軽損ドックの別名が定着している。港に停泊して船内に型枠を組み、ミキサー車でレミコンセメントを運び込み、ビルを建てるように軽損を建造することができる。 完成、養生後に波が穏やかな日を選んで出航し、目的地で先行して、ケイソンを海に浮かせ、自らは離脱して浮上する。あとは、ケイソンの空気抜き感を慎重に開閉して、沈着させる。これを繰り返すことで、巨大な堤防を比較的安全に築造することができる。設置する港は、建造する港から近いことが望ましいが、離れている場合でも、 現地志向よりも、はるかに良い、安価で済むことら、広く普及した。シーローン記者は、反潜水式石油プラットフォームを改造した、オーシャンオデッセイを使って、ゼニットロケットの打ち上げを行っている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。